どうも、横斎です。今日はですね、こちら新潟市西蒲区牧に来ましたね。じゃあ早速じゃあ行ってみたいと思うんで、おーす、お願いします。おーす、お願いします。はい、ということでね、今日のゲストはじゃあ所属道場とお名前お願いします。イグルー所属の山田かなえです。おーす、お願いします。ここは何なの？ここは、自分がレスリングを1回やめたんですけど、うん、2回目始めた時のきっかけになった場所です。うん、ここでやってたの？そうです。じゃあこちらでちょっとお話聞きましょう。す、レスリングはいつからやってたの？レスリングは3歳の頃からしてます。3歳？はい。3歳からやってたの？はい。すごいね。それどこでやってたの？これはここでやってたの？いや、ここじゃなくて、うん、初めはその新潟ジュニアレスリングクラブってところで、まあ、一応新潟市の体育館とか、まあ、もう一個ちょっと練習してる場所があったんですけど、そこで やり始めましたね。あ、まあ、小学5年生の時にレスリングと掛け持ちして柔道も始めたので。ああ、ちょっと始めたんだ。そうですね。どうだったの、柔道とかレスリング、成績は？まあ、レスリングは、うん、全国3位が一番良かったですかね。おー、すごいね。全国3位？いや、すごいじゃん。じゃあレスリングは好きだったんだ。好きでしたね。ずっと好きでしたね。柔道はじゃあなんで始めたの？プラスでやろうと思ったってこと？はい、なんかお父さんにその柔道、うん、急に柔道の試合に連れて行かれたんですけど、柔道始めないみたいなのがきっかけ。あ、レスリングプラスでレスリングやってるけど、はい、なんかレスリングのために柔道しないみたいな。よくわかんないんですけど、急にこう連れられてそういうこと言われて、うん、まあ別に嫌じゃないし、うん、分かったみたいな。実際小学校の時はこうレスリングってどうだったの？嫌だとかってあった？あります。あ、あったんだ。なんか他の子がやっぱり遊んでる姿とか見ると練習行きたくないし、まあまあね、結構しょっちゅう、うん、あの具合悪いとか言って、あー、そうだったんだ。サボろうとしてましたけど、バレてて練習連れて行かれました。厳しいっていうか、ただ単に行きたくなかったです。もうやりたくなかった。まあまあ、で小学校卒業して、まあ、1回ちょっと離れて、はい、でまた再会したのはいつ？中学2年生ですね。なんか、うん、一応中学校ってレスリングなかったから。まあそうだよね、中学校一応柔道続けてて、あー、ずっと中学校も柔道続けて、うん、もうレスリングの方が好きだっていう気持ちの方が大きかったです。え、じゃあどういうふうに練習してたの、それ？だって部活があってってことでしょ？あ、そうですね。なんかここが週2か3ぐらい練習してて、うん、で一応その中学は柔道を中心に、まあ、終わってからレスリングとかっていう。え、マジで？え、部活やって終わってからレスリング練習してたの？感じですね、とかしてますね。すごいね。高校は？は一応その名門校じゃないですけど、うん、ここにいたその先生が、うん、そのちょうど自分が入る学校の、うん、そう人と知り合いというか、そこで練習してたんですよ。で、そのきっかけでその安倍学院ってところに行かせてもらって。どこなんだ？東京。東京？はい。じゃあレスリングをやるために東京行ったってこと？はい。で、それはまあ本心はどうだったの？なんか小さい頃からオリンピックに出たくて、あ、もうレスリングで、だからその最初の多分始まりはすごい好きだったんですよ、レスリング。やっぱり、うん、まあ、本気じゃないし、ただその自分が始めた頃って女子のオリンピックってなくて、レスリングで、ね、ない頃で、でできた時からすごい憧れてて、うん、あ、できたからじゃあもうそこを目標にしてたんだ。はい、すごいね。目指してましたね。その高校行く時はもう、いや、もう行くんだって、行くんだ、はい、もう私はオリンピック出て、出たいんだってっていう、もうすごいね。あ、そういうのがあったんだ。ありましたね。ずっと夢でしたね。高校は一応中学で成績なくて、やっぱみんな強い人が集まってくるから、うん、まあ、そういう人たちの中で全然できない方っていうか、成績もない方だし、だ、別に強くなかったけど、でも絶対この人たちには負けないって
って毎日思いながら人の何倍も練習するっていうのが自分の中でも目標っていうか毎日毎日それを思ってて、だからすごいね。いや俺さ本当なんかさオリンピック目指して、まあ、今オリンピックねちょうどやってるけどさ、まあ、20歳ぐらいですよ。すごいさ自分の目標がちゃんとあってそのためには何をすべきかとかでこういうさもうメディアに出てもしっかりそういうことをさ言えるってことはやっぱそういうのことをやっぱ考えてやってたんだろうなってすごい今もさまあねそんなはねはし、まあ、面識はあるけどね、その喋ったこともないもんねちゃんとね。でまあさこうやってこう自分のことを明確に言えるってやっぱすごいなって、まあ、やっぱ思うけどね。すごいねやっぱじゃあ本当にじゃあもう明確なビジョンがあってありましたね。高校はもうそのためにじゃあ頑張ってやってたってこと、すごい。じゃあ寮みたいなとこ入ってたの？入りましたね。でも1年目はやっぱりホームシックでずっと家帰りたいって言ってましたね、うん、泣きながら電話したりとかもしてたし、まあ、寂しくてってことやっぱ、あ、やっぱそうなんだ、まあ、そうだよね。知らん、まあ、いくら、まあ、ルームメイトだって言ってもまあそうだよ ね、 そうですね、寂しいよね、うん、成績はまあ一応全日本はまあベスト8ぐらいだったかな、うん、こうその高3の時のインターハイはまあ 2位だったんですけど、すごいじゃん。かまあ、でも一番良かったのはその高3の時に初めて海外遠征行かせてもらったんですけど3位入賞して海外の大会ってこと、はい、でそれで、まあ、3位になったんですけど、その時にたまたまやった相手がオリンピックの銅メダリスト、うん、ってえすごいじゃん、いて、うん、でその人に勝っちゃって、でも自分その全然情報とか知らなかったから、その時に、まあ、逆にねそうですね、聞かされた、うんっていうのはあるけれど、まあ、でも自分やっぱそこら辺が一番ピークですね、まあ、強さ的には。東京を目指してたのよ。東京目指してました。今まさにまさにです。で高校卒業してじゃあどうしたの？高校卒業してやっぱオリンピック目指すのは変わらないから、うん、自衛隊体育学校に、まあ、入隊して、うん、半年間自衛隊の訓練をしたんですけど、そこから体育学校に今移動して、そこでずっとレスリングを、まあ、プロとしてやってましたね。もう練習のみの場所。あれなんだ、すごいね。じゃあもう練習なんだ。そうです、常に毎日常に練習する毎日すごいね。で、まあ、そんなねオリンピックをじゃあ目指していたけど、まあ、今は結局違うことをしてるわけでなんだけど、 それは何かあったわけ？とその肩を怪我して、うん、あやっぱ怪我なんだね。で一応自分の中で、まあ、立ててた、まあ、よくあるですけど、うん、自分で立ててた計画がやっぱ崩れて、やっぱ思うように肩手術してからうまくいかなくて、まあ、やっぱ東京も、まあ、リオが多分ちょうど終わったぐらいか、うん、まあ、始まるぐらい、うん、でもそうだね、ちょうど5年前だった、ね、そうですね。で東京にこう移り変わるってところで、うん、もうやっぱ選考も始まってて、あで手術したのがちょうどその5月とか6月で、うん、12月に1個大きい大会、うん、6月と12月にあるんですよレスリングって大きい大会が。でそれに向けててやってて、そうたまたま手術したのがその5月6月ぐらいで、そうもう半年後にはああそのね、選考試合になるような試合が、大会があってね、もうそれに頑張って間に合わせるように一応リハビリもやったけど、やっぱそんなすぐ治る、まあね、治るじゃないですか、治ったとしてもその自分の本調子が出るまでまたねそのもう本当にね最前線の選手たちでやるわけだからね、本調子でも勝つのが難しい中ってことだもんね。まあ半年後の試合も気持ちも無理だし、肩の怪我も不安だしのまま臨んで、まあ、ね、まあ結果見えてて結局落ち込んで、初めてそこで挫折したかもしれないですね。今までも怪我とかはあったけど、うん、気持ちが持ちこたえてたからいい部分があったけど、その時だけは本当に好きだったレスリングを泣いてやめたいっていうぐらいまで。結構ね追い詰められたわけなんだ ね。でどうなったの？やっぱそこで負けて、うん、
で気持ち整えるのにもすごい時間かかって、うん、だけど、まあ、たまたまその時に、うん、あの小原ひとみさんっていう、はい、まあ、金メダリストの、うん、人がもうコーチとしてレスリング班にいてくれてて、その人が、まあ、復帰して帰ってくるみたいなコーチとしての時に言われた一言が、うん、まあ、きっかけであと1年頑張ってみようみたいな思って、一応レスリングをその時辞めずに1年頑張ったんですよね、うん、で1年どうだったの？その1年は苦しかったっす、やっぱり。そうね、正直レスリングをじゃあやめる決意はどう、その1年間だったの？そうですね、もう自分の中で自分が一番強い時期も知ってたし、やっぱ調子いい時も知ってたから、そこを目指すのに気持ちが続かないのと、やっぱりもう自分でなんとなく分かってて、あ、多分もう無理だなっていうか、っていうのは自分の中で分かってたから、じゃあ無理だと思った時に、じゃあこの1年どう過ごすかって考えた時に、やっぱり自分が最高の形でレスリングが終われるっていう方に、もう気持ちを切り替えて、そうですね、持ってってたから、なおさら、まあ、なんて言うんだろうな、目指してたものとまた別な方向に行ってしまったけど、まあ、ちゃんと有終の美を飾るように1年間しっかりやろうってことも割り切って、ね、うん、一番ベストかなっていう。すごいね、よく切り替えたね。自分で思いましたね。で、じゃあその、まあ、レスリング時代が終わって、じゃあ実際どうだったの、レスリング最後ってことですか、うん、レスリングの最後は、まあ、いい形では終われましたよね。やっぱ後悔もなかったし、正直もうやりきった感はあったんだ。そうですね、やりきったっていうふうにもう自分で言い聞かせてじゃないけど、ね、結構、まあ、オリンピックが出れなかったっていう悔しさはあったけど、でもまあそれが自分の限界だなっていうのと、自分のレベルなんだなっていうのはもう自分で分かってたことだから、ね、なんかそこにあ、もっとっていう執着心はもうなかったですね。そうなんだ、うん、で終えてから何かあったの、頭の中に？なかったです。正直どうしようで、なかったです、本当に。あ、本当に、なんかもう好きすぎて、でも自分の中でちょっと怖い部分があったのが、そのレスリングが好きすぎてレスリングをやめた時に自分がどうなるんだろうっていうのは。そうだよね、正直。いや、俺もだって今じゃあ自分のねやってること全く、じゃあやめて違うことしろって、いやできんのかなって思っちゃうよね。どうだったので、なんかやっぱポカーンって感じにはなったけど、自分が思ってるよりそんな自分が壊れることもなくて、あ、まあちょっと気持ち落ち着いたかなって感じの時に、まあ、たまたま次何しようと思ったら、うん、お父さんが充実しないみたいな。あ、まあ実はね、すごい長い振りだったかもしれないけどね、お父さんはね、うちであの充実を教えてくれて、山田さんなんだよね、山田さんの娘さんで。そうなんですよ、実はね。それでじゃあ柔術をやってみようかって、とりあえず、まあ特にあれでしょ、何か選手になれとかじゃなくて、なんとなくやってみようかって感じ。ただ楽しんでってこと。やるんだったら本気でやりたかったし、そういうの、うん、ああそうなんだ。どうしてもじゃ あ最初からそうだったんだ。そうですね、だから世界一になるっていう目標とか、世界一っていう名が欲しくて。すごいね。ああそうなんだ、そこでもそんなに辛いレスリングでもうことやりきって、じゃあ切り替えて、じゃあ柔術でまたトップを取ろうって思ってやったんだ。いや俺は、いやもうそういうね、まあ、苦しい思いもしたし、もうずっとやってきたわけでしょ、選手として。だからもう柔術は、まあ、趣味で やるのか、いや、まあ、やってんのかなぐらいだと思ってた最初。あ、じゃあそうだったんだ。もうやるとしたらもう、そうですね、もう選手でトップ目指してってことだったんだ。すごいね、まあ、もうしょうがないのかなそういう人って、ね、いやもう最初からそういうマインドができてるから。そうですね、きっとなんかもう力抜けないのかなっていう、力抜けないっていうのはいい意味でっていうか、なんかもうやっぱそうなっちゃうんだね。すごいね。あ、まあこの前で充実ね。じゃあもうそういう気持ちで、はい、始めたってことね。そうですね、始めましたね。最初でも違ったんだっけ。そうですね、今所属してるとこじゃなくて、まあ
トライホースっていうジムで、ね、まあ、うちの、はい、まあ、山田さんがね、山田さんっていうか、まあ、うちもトライフォースサイジムでね、山田さんがトライフォースサイジムの、まあ、代表なんだよね、うちもね。トライフォース入ったんだよね、最初ね、呪術ね、まあ、もう呪術界の老舗、ね、はい、やっぱ呪術っていうものを知らなかったから、あ、まあそうだね、そのトライフォースに入った時にやっぱ呪術をするって自分の中で言い聞かせた時にレスリングを自分の中で封じたんですよ。やっぱ上からも下からもある競技ってなかなかないじゃないですか、うん、まあそうだね、まあ、似てるようでちょっと全然違うもんね、呪術、うん、だとね、まあ、最初の立ち合いだけぐらいだもんね道着があるのも全然違うし ね、 そうですね、最初は、まあ、やっぱレスリングが好きだったから、うん、すごい気持ち的に結構揺れてるところはあって、やっぱそうやって世界一になりたいって始めたけれど、うん、やっぱもう自分の中で一回終えてるから、自分、選手として、あ、まあそうだよね、だからそこの切り替えができないまますぐパッて始めてしまったから、自分の中ですごい揺れ動く気持ちがあって、あ、もうやめたいって思ってた自分と、正直、まあ、でもそれをいい、やめたいって何をやめたい、もう全部をもう格闘技をやめたいっていう、そういうのもあったんだ、ありましたね、なんかもう普通に戻りたいって言ったらちょっと偏見になるんですけど、あ、まあまあ分かる、格闘技を離れて、いや俺でも正直思ってたあのかなえちゃんがほら山さんからちょっと話も聞いてたから、いやでもあんな俺さ、ちっちゃい頃からもうずっと選手としてさやってて、まあ、まあ周りのプレッシャーももちろんあっただろうし、自分への期待も ね、 ね、これだけできるんじゃないかって期待とかやってきて、うん、でまたさ柔術でそんなさトップで目指すなんて、いや、精神的に疲れるんじゃないかなってと思ってた、あの山田さんからちょっと話聞いた時ね、でまあちょっとね、やっぱそう、そうだ、やっぱそうだったんだ、あ、まあまあそうだよね、まあ一応トライフォースでも一応そのいわゆる会員じゃなかったわけでしょ、そうですね、選手枠として取ってもらって、だったんだもんね、はい、すごく面倒見てもらいましたね、それでまあちょっと一回やっぱ壊れて、うん、でたまたまその時仕事とかもいろいろ忙しくて、うん、重なっちゃって、いろんな部分が、ね、そうですね、本当に爆発しちゃって、もう全部やめたいっていうか、もう自分で抑えが効かなくなるぐらいもう大変なことになって、でちょっともう離れようと思って、全部から離れたいって思ったけど、やっぱ仕事をしないと生きていけないじゃないですか、別に考えて、ね、まあまあそうだよね、なんかそこはやっぱやめれないと思ったから、もう向こうの東京にいたし実家離れてるから、なんかその最終的に、まあ、お父さんとかお母さんとか戻ってくればいいじゃんみたいな言ってくれたけど、まあね、やっぱそこって違くて、自分の中でまだそこが違うんですよ、まあ、違うの違くて、だからまあ一回呪術離れて、うん、2、3ヶ月ぐらいかな、それってそのトライフォース入ってどれぐらいだったの、トライフォース入って、まあ、呪術初めてか、初めて1年ぐらいだった気がしますね。でどうだったの、その期間を離れてた期間を、仕事だけしてたってこと、とりあえず仕事だけしてましたね、仕事だけして、まあ、毎日走るのが好きだったんで、ランニングしながら、まあ、体を動かしてたってこと ね、 いろんなこと考えながら、まあ、この先のこととかも、はい、ね、本当全部考えましたね、やっぱレスリングと離れた時と違って、急になんか普通になったっていうか、なんか足りない自分の中で、まあね、それだけずっとやってたからね、そうですねって思ってきちゃって、うん、でやっぱ世界一いいなって思っちゃったんですよね、どうしてもすごい、ね、世界一いいなって思ってるけど、でもまたこうやって自分が壊れるのも嫌だし、そうだ、ね、っていう戦いをずっと続けてて、でも離れた時に、ああ、私戦うことが好きなんだなと思って、やっぱりそこになっちゃったたどり着いちゃって、でまあその始めた頃は柔術好きじゃあまり好きじゃなかったんですけど、やっぱ気持ちの整理がまだついてなくて、そうだね、なかなかもうまあ元と違うもんね、違うし、やっぱうまくいかないし、そうですね、でしょ、やっぱ追いついてなくて、そうだよね、柔術って特になんかそういう感じするよね、あのレスリングのそうやってね、もう経験者が来るとね、やっぱ周りのね、いやもうすごいんでしょみたいになっちゃうもんね、
いや柔術と違うもんねやっぱね。だからもうそれがあったからなおさらレスリングじゃなくて柔術を知りたくて、まあ、自分の中でそのレスリングなんて下の技がないから。まあそうだよね、背中つかない、ね、試合だもんね。もう全く違うもんね、柔術は割と背中ついて戦うもんね。だからもう基本トップはできてたから、うん、もう元部の練習しようと思ってもうずっとひたすら1年間ぐらいは自分の中で決めてて、下の練習しようみたいな、柔術を知ろうと思って。いやなんかたまにね来るとき来てやるときもいつも下やってるから。そうですね。そういうもんなんだなと思って、まあ見てたけどね。うん、またでも やるわけでしょ、はい、そんなきっかけはあったの？やりたいと思いましたね、ただ単純に純粋に柔術が好きだって、あ、戦うことが好きだって、やっぱ世界欲しいって思って結局やっちゃいましたよね、また。そうだな、もうで今所属はイグルーだけど、イグルーですね。で、あれだよね、女性初めてでしょ、所属選手は、はい、ブラップリングもやってる。やってます。この前ね、あれだもんね、あのパンクラスだよね、パンクラスの。ああ、そうですね。あれはでもなんかすごいプロ興行みたいな感じになってたけど、あれアマチュア大会なんだよね、一応ね。お互いがただ応募して対戦なんだけど、なんかいかにもプロね、なんかプロモーションがやっぱ、まあ、上手なんだろうかね。なんかもうプロ興行みたいなね感じのって。まあかっこいい演出もやっぱ上手なんだよね。いやなんかもうオーナーがそういうの好きで、好きなんだ。オーナーさん、はい、でもう自分がやりたいようにやるっていう人で、やっぱそういう感じの人ですよね。でね、しかもそれ勝ったんだもんね。結構圧倒し、まあ、まあ、圧倒したよね。まあ、あんまあれかもしれない。かっこいいですけどね。まあ結果的になるかもしれないけどね。すごいよね。現役のチャンピオンだもんね。今後のでも目標は、は柔術もグラップリングも世界一ですね。すごいね、ビシッと言うあたりちょっと寒気が本当にすごい鳥肌だったわ。すごいね。なんかやっぱ一回も自分で経験してるから、その一番最低な部分っていうか、まあ、自分のね一番落ちた時、ね、そこを経験してるから、もうそれ以上のことなんてないと思ってるし、まあ、自分で分かってることとか、多分この目標がまた変わるってことももうないだろうし。すごいな、ちゃんとしてるな。ちゃんとしてるね。ちゃんとしてる。じゃ あのジム行って、じゃスパーリングしてもらっていいですかね。はい、おっす、じゃあお願いします。おっす。ありがとうございました。いや、まあ、2年ぶりぐらい、そうですね、に、まあ、スパーね今日やったけど、いや強くなってたね。いやちょっとね、これスパー動画流せないかもな、ちょっと俺やられすぎて。でも楽しかったです。あ、本当にニコニコしてたよ。言ってたけど本当にニコニコしてたって言ってたよ、本当に。ぜひね、関東で来てください。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ということで、じゃあ最後恒例のやついいですか。じゃあ最後お願いします。ゆこさいチャンネル登録お願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ジャンヌやっぱ口うるさくないですね、昔から。口うるさくはなくて、なんだろう、これしろあれしろっていうのはあんまりないです。あ、ないんだ。俺逆にさ、なんかやっぱこうちっちゃい頃とか3姉妹みんな格好いい。